注文会しようぜ。うん、お子様をお連れですかっていうのどうする？いや、家で。そうだね、トミーの何食いてと思う。ちょっとこれ見ようぜ、これ。おいしい。リブロースステーキ行く？食える？食えるよ。まあ、いつもこれめちゃめちゃ食うもんな。これ行くか。うん、よし。どうする、お味噌汁とか。うん、いらない、ホントだ、すごい、いらない、大丈夫。俺も頼んでいいでしょ。うん、いいよ。俺のもじゃ選んでよ。俺何がいいかな。これもね。あ、うまそう、それハンバーグ、ハンバーグ。目玉焼きちょっとつけたいわ。いいよ。打ち上げだもんな、めっちゃ食っていいんだもんな。うん、打ち上げだから。え、トミーお金出してくれんの。いや、うん、それはちょっとおかしいもんね。それは、それは、それは俺だよ。よし、注文しました。あ、俺の大事な相棒だから。あ、そうなんだ。どうなん最近トミー。いや、なかなか打ち上げ一緒に行くことなかったじゃん。うん、たまに会うと思って。いいね、なんか大事な話とかあんのかなって。ない、ない。ないんだ。仲良くなろうみたいな。ね、実はさ、どうした？一個ね、またドッキリを気づかなかった。え、なになに？なんか、消しゴムのカスを前から、うん、じゃあ、床のところにばらまいて。撮影部屋で。あ、そうなんだ。そうね、あの手紙すごい書き直しちゃったもんね。これでしょ、この消しカス、あれ捨てたんじゃなかったんだ。ドッキリだったんだ、あれ。うん、ドッキリ。だから全然引っかかれてない。これのカスをもうばらまいて。あ、そういうことだったんだ。うん、だからわざと楽しさ。牛乳もだって俺牛乳だねって言っちゃってたもんね。それ、あ、牛乳っぽいねって言ってんじゃん。あ、そっか、それでいいんだ。それはドキッとはしてなかったんだね。ん？いや、なんでもない、ごめんごめんごめん。今日どうすんの？この後なんかあんの？この後ね、なんかちょっと行ったりしたりして、うん、帰るっていう。ああ、いいね。帰る、帰る、一緒だよ。帰る、一緒。あ、でも俺編集あるから家帰るかな。途中まで送ってよ。送ってくれんの？うん、あ、ありがとう。逆だよ、送ってよ。あ、さっきの俺の家に一緒についてこいよ。あ、そっか、そういうタイプの人か。一個上だもんね、なんだかんだ。俺26じゃん。27だもんね。次、そうだね。あ、先輩みたいなもんだもんね、よく考えたら。なんかないの、俺に不満に思ってることないの。ない。あ、そんなないって言ってくれるんだ。でもね、うん、1個文句があるよ。お、なんだ、うん、前さ、ダウンテープでさ、俺をさ、ぐるぐる分けしてるのあった。めっちゃ見てる。うん、あれすごいよ。な、今日の俺のさ、感じちょっと嫌だったりすることなかった？なんか大丈夫だった？嫌だね。メインチャンネル話取れたもん。楽しいに決まってるでしょ。イエイ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 。透明ハンズ出ました。だって今この状況でしょ。確かに時事をこう取り扱った対応ね。そう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 。すごいね、しっかりしてるよ。でしょ。トミーちょっと今日変じゃない？体調悪い？何言ってんの。トミーもうちょっと違う。はい。そうそうそう。トミーやっぱさ、もう YouTube 始めてさ、俺ら6年ぐらいじゃん。うん。楽しい？楽しい。あ、嬉しいわ。毎日できるし。心がけてることとかあるの？したい。これからも頑張っていこうかなって。ああ、それはすごいいいね。もう毎日頑張るぞっていう。そういうこと。じゃんけんとかしてる。トミーめっちゃじゃんけん強いじゃん。でもね、俺ばっかりですからさ。うん。だからちょっとあんまりつまんなくなってきたからさ。ちょっとやろうぜ。本当に大人みたい。それは大人だから。そうか、大人だ、そうか。見た人は本当に大人だから。そっか、確かにね。ねえ、それよりさ、なんであんなに遅いなの。ずっと待ってたよ。そうだね、ごめんね、車めちゃめちゃ渋滞してたの。で、それでちょっと遅れちゃって、ごめんね、なんかちょっと。うん、いいよ。優しいね。でも、許してんの半分だから。ごめんって。だから半分は表面の方で、中の方はまだ。なんで、心から許してよ。これはどうかな。だって今日楽しく一緒に撮ったじゃん。まあ、そうだけどさ、本心では許してないんだ。うん、そうだよ。あんまり許してない。ごめんって。何よ、その顔。何よ、その顔。何よ、その顔。ねえ、その辺の顔。何もしてないじゃん。嘘だ。何よ、なんか変な顔しないでよ、本当に。トミー今日ちょっとツッコミあんましないね。うん、俺追いきってるか、トミー。うん、
じゃあ、うん、エンドミノ俺遅れたしさ。ん？俺今日遅れちゃったからさ、エンドミノ。好きな女の子とかいる？いや、いない。あ、いない。まあ、女の子じゃないとしたら、あの、いや、嬉しいわ、ありがとう。お前すごい食べる。すごい食べるよ、俺、うん、女の子です。俺だって大人で。ごめんごめんごめん、間違えてた。トミテレビ結構見んの？さっき言ったようになんか野球とか。あ、野球好きだもんね、トミ。うん、チームさん野球ゲームあるし。あるね、うん、ボードゲームね。あれ楽しいよね。あれ楽しいよ。帰ったらやろうぜ。あれ、これ編集するんじゃん。編集するからその後かな。いやでも嬉しいわ、トミーとこんな打ち上げ行けて。うん、うめえよな、やっぱ。うわ、おいしいわ。お肉好きなんだ、結構。うん、え、こっち食ってみる。ちょっと行ってみない。うん、じゃあ行く。どうよ、まあ、うまいし、ちょっとそれも食っていい。まあ、おいしい。ミーティングとかないの？うん、今日はないんだ。それ俺が作ったの。うん、それ俺が作った。無料だ。ナイスツッコミということで、あれドッキリでした。え、嘘だ、いや、トミーこっちでしょ、だってトミー、なんでトミーが二人に。あ、え、ちっちゃい。ちっちゃいよ。トミーが若くなってる。え、トミーじゃないの？どっちかな。まだ教えてくれない。え、トミーじゃないじゃん。ということで、トミーが6歳児になってるドッキリでした。いや、楽しかったよ。楽しかったよね、絶対。楽しかったよな。うん、楽しかった。めちゃくちゃ食ってんだから。打ち上げのトークする気ないんだから。いや、いいでしょ。めちゃくちゃいいでしょ。すごいね、楽しかったですよ。いただきます。よい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 。なんか馴染むね、急に。すごくない、こんなに適応するの。いや、めっちゃしっかりしてた。びっくりしたもん、見た瞬間に、うん、あ、子供になっちゃったんだって思ったの。やっぱりね。やっぱりね。今日のメインも撮ったよな、いろいろ。うん、撮ったね。楽しかったよね。楽しかった。どこが一番楽しかった今日？ペンギンかな。あ、ペンギン楽しかったね。さて、どっちが本物でしょうか。なあ、な、今ごめんね、なんかちょっと強く言っちゃったりしたね。うん、いいな、みたいな。うん、売れてみ返そうかね。うん、組むの、ここで組み直そうよ。組み直そう。すごいな、トミーズ。トミーズ聞いたことあるな。いや、でもね、楽しかったですよ。予想してみていい？いいよ、いいよ。え、どっちが本当のトミーかでしょ。うん、え、奥。正解。やるじゃん、おじさん。やるじゃん。お前がおじさんなんで一番。確かに、27歳でしょ。25歳。そうだ、俺27歳。エイトは6歳。若、もういいじゃん。20個もちげえよ。ということで、これはカツラでした。カツラなの、これ。カツラです。めちゃめちゃよくできてる。いや、どっちかなってずっと気になってたね。はい、だったあれ、化粧のライト。あー、全然分かってなかった。やば、ごめんね、なんかおじさんじゃん。ちょっとドッキリに全然今日順応できなくて。で、牛乳のやつは？うん、牛乳のやつは全然いい。ダメだった。ダメだった。おじさんじゃん。いや、ごめん、なんか、いや、なんか意地悪になってなっちゃってて、すごい生活は。どっちが正解なのか、もう飲んだ瞬間に、あれ、どうしようと思って。消しゴムのやつ分かんなかったの。うん、せっかくあんなに消しゴムばらまいたのにね、うん、床にね。ちょっと、もらっていい？あ、もらっていいよ、それ。食べれないから、もう。100個いいよ。子供に夢を与えて裏切るのだけはやめてる。いや、夢を裏切らないでね。俺ら夢叶えてくださいってことだよね。ちょっと、たこ焼き食べていい？俺。うん、うめえね。たこ焼き食べようぜ。おー、じゃあ。おお、じゃあ食うね。うん、食うね。美味しいね。うん、たこ焼き美味しいね。うん、最高。最高。最高だね、よかったよかった。すごい、うん、ね、トミー髪すごい。やばいね、やだね、やだね、うん、やだね。外す。ここへ行って超絶すんね。あ、やめてきちゃった。あ、やめてきちゃった。衝撃の、衝撃のラスト。ってことでした。ってことでしたね。あー、そうか。
Thank you.